ハンマ岩尾先生の、状況西と言いましょうかね。ちょっとね、あったかくしました。いい空気ですね、ここはね。本当にね、いい空気です。まあちょっとね、ベープリキッドが後ろでね、蚊よけがついてますから、まだ1ヶ月ちょっとぐらいですかね。3本目ですか、2ヶ月のやつを3本使ってますね、もうね。年に3本、1ヶ月のやつだから6ヶ月分ぐらい使えますかね。ベーブリキッドで買い置けですけどね。大事ですけども、健康が悪いと気をつけるとやっぱり体に悪いんでね、蚊帳なんかにね、しっかり、中の場合はね、入ってないとちょっときついですね。しかし、まあ、できるだけちょっと離れてね、いると、いい空気で、吸ってると非常にいい空気ですね。まあ、これからね、まあ、人間たちも同じなんですけどね、分析、投資やね、FX や株投資ですね、で、稼げる方法を見つけるよりか、不安の方が仕事が多くなりますよね。大変で、不安が取れなければ、やる意味ない、全部取られちゃいますからね。人間に取られちゃいますから。で、まあ、シードの人はね、まあ、人間の場合はね、どんな金持ちになったって半兆ぐらいですか、総理大臣になったって半兆ぐらいの差しか、能力差はありませんが、100人に1人優秀な人が出てね、半兆ぐらいですか。本当はね、そんなもんなんですよ。総理大臣でも半兆、人間の中で生まれて半兆ぐらいの差しかないですね。だから、いくら頑張ってもね、半兆ぐらい、まあ2倍ぐらい仕事できるぐらいですかね。ぐらいの能力しかつかないでしょう、人間の場合はね。どんなに人間で言うと偉い人でも、すごい人でも、普通よりかは数段に2倍がね、能力高いですけどね、2倍ですね。気持ちいいけども、ちょっとまあ苦しいですね。社会の動きが厳しいですね、人間たちの動きがね。人間たちの、まあ私は人間の上の生物で人間じゃないと言ってますから、言ってますし、違いますからね。例えば人間たちで言う、例えば賃貸じゃないけども、アパートじゃないけど、マンションなんかをね、建ててね、東京にいいとこでも建てても、
じゃあお客さんが入るかというとね、入らないですよ、絶対。で、例えば買ってね、運営しようなんて言ったってね、またいいところで立っても、私のところに100件、100、まあ、100件あったとしますね。で、他の人だけは入って私だけ入んないとかね。100件中0、0件とかね。他の人は全部入ってくるとかね。まあ、そんなことになります。めんどくさくはないけど当たり前ですけどね。人間たちと仲間じゃないから違う生物ですからね。で、人間たちの言うような言い方はできませんね。それで、投資でもバイナリーオプションとか FX とか、バイナリーオプションの一つの会社のルールの投資方法だけで、例えば稼げたとしても、私の場合は簡単には稼げないですね。一つだけだったら、閉鎖されちゃう。他の人も困る人もいるかもしれませんけど、私に対しての妨害というか、よく聞くからということで、利用停止していきますね。上の生物ですから、人間と違いますからね。だから、バイナリーオプションの稼ぐ作戦ですね。戦略を詳しく勉強して、計算で出しても、